はい、どうも皆さんこんにちは。今緊急で動画を撮っているわけなんですが、とんでもないことが起こってしまいました。皆さん何だと思いますか？おそらく動画のタイトルやサムネにある通りだと思うんですが、この度一番恐れていたあのダイパリメイクの再来、増殖バグ、こちらがなんとこのアルセウスの世界で確認されてしまいました。いやー、これはマジでやばいんじゃないか。これね、僕も実際に見てみたんだけど、いやー、ちょっとこれはぶっ壊れすぎるっていうか、まあ、ゲームのその公平性を損なうみたいな、そういった増殖バグでした。現時点では該当のツイート削除されていて、具体的にどういった方法でレジェンズアルセウスで増殖できるのかっていうところに関してはわからない状況なんですが、ただ今ネット上では相当問題になっていて、まあ、このような形でかなり波紋を呼んでますね。いやー、すごいことになってますよ。で、まあこれがね、客観的な意見なんですが、これはやばいよ。だってもうすぐさ、ポケホーム連携がなされるみたいな、そういった噂が出回ってるにもかかわらず、今回このようなバグが見つかったんで、これはまたダイパリメイクの時みたいに、ポケホーム連携、先送りになりそうだな。だってさ、増殖バグで、ゲットできたポケモンが、大量にポケホーム通して、出回る可能性があるわけだから、まずはここの問題クリアしないと、ポケホーム対応っていうのはかなり難しいよね。だからこれは下手したら、任天堂の計画が狂う可能性もありますね。いやー、けど、まさかね、アルセウスでもあると思わなかったわ。まあ、ダイパリメイクはね、まあもうあれは仕方ないかなっていうところはあるんですが、ただまさかの展開よ。まあ、そういったところでかなり話題になってます。はい。まあ、該当の動画は削除されてるから、もう見ることはできないんですが、ただかなり話題になってますね。はい。まあ、こんな感じかな。アルセウスの増殖はやばいよね。マジで。なんかもうツイートとかを見てると、増殖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 みたいな感じよ。アルセウス版増殖バグ。いやー、けど、相当話題になってますね。はい、ということで、現時点では、このような形で、増殖バグ、かなり話題になってるっていうお話でした。さあ、果たして、これからどうなるかわかりませんが、ただ、これだけ話題になってると、近々、修正アップデートがやってくるんじゃないかな。いや、逆にさ、修正アップデートが来ないとやばいでしょ、これは。まあ、思ってる以上にぶっ壊れで、なおかつ、簡単にできるから、これはとんでもないことだと思いますよ。まあ増殖したからといって、このゲームっていうのは、例えば、ランクマとか、ランダム対戦とか、そういった対戦機能が搭載されてないから、まあそこまでダメージは大きくないっちゃ大きくないんですが、ただ、ランダム交換とかは、このサモンさんを通してすることもできるわけだし。で、なおかつ、今後ポケホーム連携も対応、今後ポケホームにも対応していくっていう話だから、これはかなり問題だと思いましたね。はい。いや、本当に勘弁してくれよ。そういえばさ、思い出したわ。ダイパリメイクって今どうなってんだ？もうすっかり忘れていたわ。あれって、もう規制はかかっていて、増殖バグはできなくなってんの？ダイパリメイク。なんか、イタチごっこになっていて、修正されたと思ったら、まだ復活して、で、修正されたと思ったらまた復活してみたいな。それをひたすら繰り返していたみたいな、まあ、そういったイメージが強かったんですが、果たして、増殖バグは今どうなってるんでしょうか。結局あれは、仕様的に改善が難しいっていう話で、未だに増殖バグができるっていう認識なんですが、この認識は合ってますでしょうか。まあ、いいや、そこについてはまた調べておきましょうか。いやー、けど本当に、このタイミングでやってきてしまったのか、なんか本当に、何とも言えない気持ちになりますね。せっかく第9世代も発表されたのに。そういえば、第9世代のテーマは、スペインとポルトガルがテーマ。まあ、そこの詳しい話については、おそらく、おとといの動画で話していると思うんですが、この第9世代のストーリーは、従来のポケモンと、大きく異なると、まあ、そういった話が出回ってますね。まあ、これが本当なのかどうか、っていうところはまだわかりませんが、ただ現時点では、従来のポケモンとは、全く異なるストーリー、そして価値観でストーリーが始まっていくと、そういったことが言われてます。今回の第9世代では、
なんとね、主人公が学校に通ってる、そういった設定みたい。まあ今まで疑問ではありましたからね、あれ主人公で子供だよね、子供にも関わらず旅に出てるけど大丈夫かみたいな、まあそういった疑問はあったんですが、今回の作品ではよりリアルの世界に近づいてきて、主人公がなんとね、学校生活をしていると、要するに学校生活中心にストーリーが繰り広げられていくと、そういった話が出回ってます。まあこれに関してはリアルの世界では当たり前っちゃ当たり前だから特に違和感はないんですが、ただ従来の作品と全然ストーリーが異なるからちょっとこれは面白いよね。あとは第9世代スカーレット・バイオレット、こちらの BGM が公開されたわけですが、従来のポケモンと違ってまあどちらかというとマーチ風になってるみたいな、そういったことも指摘されていて、こういった部分も踏まえるとやっぱり学校生活が今回のテーマになってるんじゃないかっていうことが言われてますね。まあ確かに主人公の服装とかもそうなんですが、マジで学生みたいな雰囲気なんで、まあそう考えるとまああり得るっちゃあり得るのか、まあ主人公の見た目が全然違うじゃねえかっていうことでポケモンプレゼントでもかなり話題になっていましたが、やっぱりよくよく見てみるとネクタイであったりとか服のデザインだったりとか、あとは持ち物だったりとか、いかにも現役の学生みたいな、そういった雰囲気を醸し出していたので、そう考えると従来のポケモンみたいに様々な街を巡って様々なジムに挑んで最終的にポケモンリーグに挑んで、なおかつポケモン図鑑の完成を目指すと、そういったストーリーではなくて、まあどちらかというとアルセンスみたいな感じで、こういうなんだろうね、クエストをこなしていくみたいな、メインストーリーとサブストーリー、こちらで分かれていて、でっかい拠点が一つあって、そしてアルセンスみたいに各フィールドに出かけていくみたいな、そういった感じになるんじゃないかな。もちろん街は複数あると思いますが、ただメインの街が決まっていて、そこのメインの街を中心にストーリーが進んでいくんじゃないかな。まあどうなるか分かりませんけど、ただ少なくとも海外では従来のストーリーとは全く異なるぜ、だからこそ面白そうだっていうことが言われてますね。まあオープンワールドにもなるので正直どうなるかわからないっていうところがあるんですが、ただ従来のポケモンみたいにロードマップが引かれていて、どこどこの街に行ったら次はどこどこの街に行って、でそこのジムリーダー倒して、でその次はここの街に行って、でそこのジムリーダー倒してみたいな、そういった敷かれたレールを走っていくんじゃなくて、オープンワールドっていうところを活かして自分の好きなタイミングでダンジョン攻略だったりとかフィールド散策をしていくみたいな、そういったゲームに変わっていくのかな。ですのでそう考えると今海外ではジムも廃止されるんじゃないかっていう話も出回ってるんで、そこの話にもつながってきますよね。まあそこについてはまた後日話していきましょうか。はい、ということで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあね。